で最近は年齢も下りてシャンクがひどくて、あの後の次のラウンドは同じことやってるんですけど、なんかやっぱ回ろうとしちゃってまた。今回基本的に歩行者の中でまだ全身では結構運動連鎖だから、中心の動きが末端にこう一定エネルギーが伝わるわけじゃん。もうこいつらは土台なのに、中心からエネルギーが出るんだけど、どうしてもこうすると土台を中心にこいつをグッと回していくわけじゃん、エネルギーが。だからこいつがエネルギーだと思っちゃう、エンジンだと思っちゃう。でも今の段階では王者はこいつらは土台だから方向性を司りやがる。はい、王者は終わってる時はここが円の中心でしょ。この辺が中心、この辺が円の中心でしょ。これがシャンクしてる時からは土台がパーンってこういう状態でこの円の中心はここに来てるわけ。この時は開いてる人ですか。開いてこうなっちゃってる。あ、もう閉じてるはずない。そうそうそう、土台がこう場所を変えちゃってる。だからまだコースってはもちろん打ち気が出るから体がパッといくんだけど、クラブがエンジンで、こいつがエンジンっていうイメージだから、こいつがこれ動かないでしょ、土台が。そうで、バチンって、ほらほら、水平になったらもうフルマックスいく、フルマックスいく。そう、これの一番自分の行けながらブラストリックスダフでしょ。そう、だから思いっきり振ってってもそう、ワンバイワン来た。ボールオンで、ボールオンで投げて。そうそうそう、投げて。クラブの目を。目見て、手をリリース。そう。だからリリースっていうのは言葉って難しくて、みんなリリースってこうとか。でもこうやってリリースする、ね、そう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 、これは面も見るからわけわかんない。そう、面倒見するから大人はほら、ダメでしょ、ここだけ見てないと。そう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 、そう、でもこうやってやってよって思わないですよ、思わないでしょ。そう、これこれやる、これやるかしら。はい、そう、はい、完璧。だって思わない。ほら見て、なんで思わない。一応ね、左行ってないじゃん、しかもそうしたいでしょ。それは楽でしょ、力入ってないでしょ。多分こうやってる、左手がやっぱ邪魔してるの。そう、左手のこの張り替えが多分もう時力入れて入れてない、抜けてない。こういうのこうでしょ、こっちが邪魔してる。そう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 、そう、そう、うわ、短いと打ちやすい。わあ、出る。左打ちできなかったのに。本当に思うのはやっぱこのこれを感じるが一番大事。そうそうそう。そのいくらやってもいくらやっても分かっても分かっても本当にそうでしょ。癖が。そう、癖がね。軽い、軽い、そうですね、こっちが出てるけど、そう、抜けそうでしょ、ちょっとこっちの OK、 面白いね、こうやってやるとちゃんとこっちに入ってくる、こっちは高いね。そう、子供たちはここにすっごい文字が真っ赤でかい、真っ赤でかいボールを持ってて、こう抱えてるのに、真っ赤でかいボールをここに、ここに、おいおいってそう使うでしょ、靴が入ってるでしょ、これだけの話じゃん。でもちっちゃいんでみんなこうやって考えてたら、こうやるじゃん、こういう練習とかするじゃん。すっごい大きなの、こんなボールをさ、これ保護者の方に投げてんだ、こう投げるじゃん。いや、ラウンド行ってます。そういう動きをしよう。まだ行ってる。外側に見やがったら、その筋膜も。そう。もうこれ全部。そう。そうすると全部ちっちゃいんじゃん。全部がちっちゃいんじゃん。もっと大きいんやな。全部自分の中のスイングの子じゃなくて、自分の土台もどうするなら大きいんやな。認識を持ってくる。お願いします。